Bonsoir tous, bonsoir. Je vous remercie pour votre attention à mon émission franco-japonaise du Japon. Nous sommes aujourd'hui le 5 août 2020 à 21h41 minutes à l'heure locale du Japon. ということで、皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の8月の5日水曜日、日本時間の夜の9時41分ということです。今日の放送はですね、急遽変更しまして、日本語放送に切り替えました。なぜかというと、今日の原稿がですね、結構複雑で、長いと いうことで、フランス語への、翻訳が間に合わないということでしたんで、急遽日本語放送に切り替えるということで、ご了解、ご了承くださいと。で、今日のテーマの日仏語放送は来週水曜日に、延期しますということです。Bonsoir tous, je dois changer mon émission franco-japonaise en l'émission japonaise pour ce soir. Parce que, comme le scénario de texte de l'émission de ce soir est assez long et assez compliqué, et donc je n'ai pas eu de temps de assez de temps de faire la traduction en français. Donc je dois changer l'émission de ce soir de franco-japonais en japonais. Donc la semaine mercredi prochain, je ferai l'émission en franco-japonaise avec le thème de ce soir. ということで、今日のテーマはですね、世界各国で金融経済に課税し、消費税を廃止すれば、世界規模で5つの革命的変化がすぐに起こるだろうというのが今日のメインテーマです。今日のメインテーマ、ここに、書きましたね。予定変更ということの日本語放送に切り替えましたと。世界各国で、金融経済に課税し、消費税を廃止すれば、世界規模で5つの革命的変化がすぐに起こるだろうと、ということです。津山純一さんですね、いつもありがとうございます。お茶爆店とコンティニューコインが2枚ですね。それから K さん、コンティニューコイン、ジュボゴメッシー、石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございますと、コンティニューコイン、キララカットさん2枚ですね。石森さんが、山崎康彦氏ワイワイニュースライブ配信スタートしました、今日は日本語放送ということでありがとうございます。そして雪丸まさんがキャス君ですね。そして砂ずきんさんが今日の予定変更のタイトルをリツイートしてくれました。ということで、早速ですね、今日水曜日ですけど、日本語放送をしたいということで、今日のメインテーマですね。で、5つ目の革命的変化、これは一体何かというと、そのナンバー1ですね。世界各国で金融商品の売買取引に 5% の金融商品取引税を一律に課税すれば、新たな莫大な財源が確保できると。で、各国の金融取引税の年間税収予想額ということで、まあ、私が予想額を弾き出したんですね。で、中山崎康彦ということで、世界各国の実体経済の規模は、その国の年間実質国内生産、GDP の額とほぼ同じと考えられると。しかし、経済学に
金融経済という概念が存在しないために各国の金融経済の規模の実証的統計は存在しないと。で、以下に帰した世界主要5カ国の金融経済の規模は、日本の場合金融経済規模が実体経済規模の約20倍であるとの私の計算を根拠に、同じ規模20倍と仮定して計算したものと。で、米国と英国は金融大国であり、金融経済の規模はおそらく実体経済の20倍どころではなく30倍から50倍ぐらいあるのではないかと推測されるけど、まあ今日のテーマの中では一律に20倍として仮定して計算してますということですね。そして世界第2の中国を排除除外したのは、中国が経済大国の中で唯一ロシアと国際金融マフィアの金融支配を逃れているからということで、中国を除外したんですね。それと、まあ、共産党の一党独裁ということで、我々が主張している中国での民主革命というのはなかなか難しいんじゃないかという感じがするんですけどね。それで、各国の今回引用した各国の実質 GDP、額ですね、ドルベースは2018年の 国連の統計ですと。そして 適用したレートは現在の1ドル 105.7 円ですか。ドルに対しては円高になってるんですね。猛烈な 円高ですねこれ、ということですね。それで最初日本の場合約480兆円の、金融経済税収が得られるということだね。日本の金融経済の規模である、金融経済の規模である金融商品の年間売買総額は、日本の実体経済の規模である実質 GDP 4.794 兆ドルですね、2018年、約480兆円の約20倍、約9600兆円であるから、それに 5% の金融商品取引税を課税すると約450兆円となるということで、日本の場合は、480兆円ですね、480兆円の金融取引税収がもたらされるということですね。から米国の場合、米国の金融経済の規模は、金融商品の年間販売額総額は米国の実体経済の規模、これは米国は19兆5170億ドルなんですね。日本円でやると約2197兆円 GDP があると、それの20倍ぐらいだろうというふうに仮定すると、4兆3940億円ですね。ってことは 4兆3940億円と、4万3940兆円ですね、 4K ですねと仮定すると、これに 5% の金融商品取引税を課税すると年間約2197兆円となると。だから米国の場合は2197兆円の金融課税税収が得られると。ドイツの場合、ドイツの実体経済の規模、実質 GDP は2018年段階で、3兆5730億ドル、日本円で約377兆円であると。それに20倍かけると約7540兆円。このぐらいの金融経済の規模があるだと。それに 5% の金融取引税を課すと、300、
377兆ドル、377兆円の新たな税収を得られたドイツで、フランスの GDP は、2兆5640億ドル約271兆円なんですね。それの20倍だと金融規模っていうのは、金融経済規模は5420兆円とすると、その 5% に課税すると約271兆円となると。でイタリアの場合、EU の中で、最大の経済大国がドイツなんですね。ドイツ、イギリス、フランス、イタリアの順なんですね。イタリアの GDP っていうのが1兆9050億ドル、約201兆円なんですね。それの20倍だと、イタリアの金融経済規模は約4020兆円だろうと。それに 5% 課税すると約201兆円ということで、世界各国の金融経済に対して全ての金融商品の売買取引に 5% 課税するということになると、日本の場合は480兆円の税収、新たな税収、米国の場合は2197兆円と、ドイツの場合は377兆円と、英国の場合は325兆円と、でフランスの場合は271兆円と、イタリアの場合は201兆円と、こういう莫大な新たな税収が確保できるということなんですね。で5つの革命的変化のナンバー2、世界各国の政府は金融経済に課税して得られる新たな莫大な税収を以下の5つの重要政策の実行に使えるようになると。で私が掲げた重要政策とは何かというと、1、貧困の撲滅のためにベーシックインカムを導入すると。それと子どもの貧困を撲滅するために子ども給付金制度を導入すると。この原資に使うということですね、最優先として。から2つ目、国民回復士と、国民回復士の保障をするということで、医療、介護、年金、障害者保護、雇用保障、住宅保障と、このための財源に使うと。2番目で3番目、社会福祉、国民社会福祉の充実のために使うと。3番目、国民皆教育の保障ということで、教育ですね、教育の完全無償化を保障すると。それから奨学金の給付制度、返す必要のない奨学金給付制度を導入すると。この2つによって、国民すべてがですね、必要な教育、望む教育をほぼタダで受けられる保障をするということですね。で4番目、実体経済を復活させると。そのための政策として金融経済を縮小させると。そのことによって実体経済が復活し、年 4% から 5% の安定的な経済成長を維持できると。で当然ながら失業者が劇的に減少すると。雇用の保障なんですね。で5番目、平和と自然の復活ということで、金融経済を縮小させることで、金融経済から資金が行ってた戦争経済、あるいはマフィア経済、あるいはギャンブル経済、あるいは原発マフィアとか石化エネルギーマフィア等々の資金が断たれるために、平和が訪れると。そして、自然が復活するとこういうことだね。で3つ目の5つの革命的変化のナンバー3、消費税の廃止によって実体経済が劇的に復活するとこういうことですね。で日本の場合 10% の消費税を廃止すれば、
日本の GDP の約 3.8% に当たる20兆円の税負担がなくなると。すなわち日本の国民一所帯あたり約40万円の可処分所得が増えることなんですね。豊かなんですよね。ということは消費が上向くということで、実体経済が劇的に復活するだろうと。消費税の廃止ですね。それから4つ目、5つの革命的変化のナンバー4、世界各国で金融経済を支配しているロシアの国際金融マフィアが金融経済に課税されることで彼らの主要財源を失うことになると。その結果250年間続いてきたロシアと国際金融マフィアにおける世界支配は崩壊し始めると。世界各国で彼らが支配する中央銀行を 100% 国有化して彼らが独占支配してきた貨幣発行権を国民の手に奪い返すことができれば彼らの息の目を完全に止めることができるというようなんで、だから金融経済の課税とともに、各国の中央銀行を 100% 国有化し全ての決定権を 国会に移管するという 100% 国有化国民化、これによって、250年続いたロシアと国際金融マフィアによる世界支配は息の目を止めることができるということだね。で、5つ目、世界中で、世界支配階級ロシアと国際金融マフィアとその手先である各国支配階級による金融支配、政治支配、行政支配、司法支配、経済支配、軍事支配、宗教支配、メディア支配、教育支配、自然破壊がなくなると。すなわち地球人民77億人の 99.9% が解放され平和で豊かな生活を手に入れることができると、こういうバラ色の世界なんですね。というのが今日のメインテーマです。これをまあフランス語のテキストに翻訳する場合はかなりの時間とのエネルギーが必要なんでちょっと間に合わなかったんですね。ということで今日の放送は日本語放送に急遽切り替えましたということで、メインテーマはこういうことです。世界各国で金融経済に課税し消費税を廃止すれば世界規模で5つの革命的変化がすぐに起こるだろうということですね。砂月さん、臨時国会の早期召集応じずと与党専門家は明らかに違憲と指摘、ハフィントンポスト。これあれですよね、今かなり臨時国会を召集せよというふうに言って、で召集権は内閣にあるということなんですね。で昨日のまさにテーマそのものなんですけど、憲法第7条の第2項に、天皇は内閣の助言承認に基づいて、第2項、国会を召集すると、第3項衆議院を解散するという文言になったんですけど、その文言自体がマッカーサーが巧妙に、天皇の国政行為の文言にすり替えたということで、直ちに国会をですね、訂正すればいいんですよ。誤った文言を正しい文言に訂正すると。憲法改正ではないんですね。憲法改正の手続きは必要なくて国会決議だけで、誤った文言を正しい文言に変えると。すなわち憲法第 7条の第2項、国会を召集するじゃなくて
国会の召集を宣言すると、から第3項衆議院を解散するのではなくて衆議院の解散を宣言すると、こういう本来そういうことなんですね。天皇の国事行為というのはで非常に、フリーメイソンイルミナティの上級幹部であったマッカーサー GHQ 総司令官はこの第7条の文言を巧妙に差し替えちゃったと。そのことをやはり、正面から野党国会議員含めて我々は主張しなくちゃいけないんですね。で安倍はですね憲法第7条の2項にこう書いたんじゃないですかと、天皇は内閣の助言承認に従って国会を召集すると書いてある。だから私が今回臨時国会を召集しないのは憲法第7条2項の規定に従って私が判断したんですよと言うんですよね。憲法に違反してないと言うんですね。で野党は憲法第53条に臨時国会は衆議院議員の衆議院及び参議院の4分の1の議員の賛成で、臨時国会は召集しなければいけないという規定があるんですね、53条。だからその53条とそれから憲法7条の第2項と矛盾するわけですよね。ここがあれですよ、いわゆるマッカーサーが巧妙に文言を差し替えることによって他の憲法の条文と整合性がつかなくなった典型的な例でしょうね。それでもう一つ野党国会議員が理解しなくちゃいけないのは日本には違憲審査を専門にする最高権威の最高裁の上にある、憲法裁判所がないから、まあ、昨日のテーマですけど歴代自民党政権による憲法違反が公然と行われても一切そのことが違憲であるということで是正されないまま今日まで来ていると。そのことだから日本にも憲法裁判所が絶対必要なんだっていう憲法中立独立した憲法裁判所の創設を国民運動として、実現に、向かっていくとおいう主張を今こそしなくちゃいけないんですよね、ということです。ということで、現在時間が、23分早いですね。そして14名様全体で30名様コメントが5件ということで、今日のメインテーマのポイントをちょっとアップしますね。今日のメインテーマ、革命的な変化が5つ起こるだろうとこういうテーマですね。でナンバー1は、世界各国で、金融商品の売買取引に 5% の金融商品取引税を一律に課税すれば新たな莫大な財源が確保できるんだと、これですよね。それで、主要先進国の予想される金融商品取引税の税収の額なんですね。で、中山崎康彦で中がついてるんですね。で世界各国の実体経済の規模はその国の実質国内総生産
GNP の額とほぼ同じと言える、考えられると考えられるんですね。でも正確に言えばちょっと違うんですけど、まあ戦争経済、軍需産業の売り上げなんかもこの中に入っちゃってるんですよね。しかし経済学に実体、あと金融経済という概念がないから、各国の実体経済の規模の実証的な統計は存在しないと。そうなんですよ、完全に消されてるんですよね、隠されてるんですよね、経済学者。それで以下に帰したいかに帰した主要世界主要5カ国の金融経済の規模は日本の場合約20倍ですから、同じ20倍として仮定したものだということなんね。実体経済規模の GNP の20倍というふうにしたんですね。で米国と英国は金融大国ですから20倍どころじゃないだろうと、おそらく30倍から50倍あるだろうというふうに推定されますけど、とりあえずは20倍にしたということですね。アメリカなんかおそらく50倍ぐらいあるんじゃないですかね。イギリスが30倍ぐらいかもしれないですけど、ちょっとわかんないですね。で世界第2位の中国、経済大国中国を除外したのは、中国の先進国の中で、経済大国先進国の中で唯一ロシアと国際金融マフィアの金融支配がを逃れてるからということで、おそらく、まあ、金融経済は当然ながら存在するんですけど、実体経済のおそらく倍ぐらいでしかないんじゃないですかね。だから経済成長するんですよ、中国は。この新型コロナパンデミックの中でも、今年の3月から6月までの GDP っていうのがプラス11になってますよね。日本がマイナス 4.5、 アメリカがマイナス9%とかなんか軒並み、マイナス成長になってるんですけど、中国だけがプラス 11% というパンデミックを完全に、の影響を完全に克服したということになっているのは、なぜかというと、ロシアの国際金融マフィアの金融支配がないからですよね。だから今回は除外したんですね。そして、この GDP、実質 GDP は国連の統計なんですね。2018年ドルベース、そして1ドルを現在の換算レート、1ドル 105.7 円で円換算しましたというのが私の中なんですね。そして日本の場合、は実質 GDP が480兆円実体経済480兆円の20倍の9600兆円なんですね。金融経済の規模は9600、それの 5% ということは480兆と。
日本の場合は480兆と、それからアメリカ世界一の米国、米国の場合の実体経済の規模は、円ベースで、2197兆円と、日本の4倍ですね。それの20倍だと4兆3940兆円と、こういう金額なんですね。それに 5% 課税すると、米国の 5% 金融商品取引税は年間2197兆円になると。米国ですね。それから EU のドイツですね、一番の経済大国ドイツ、ドイツの場合の実体経済規模は GNP、 ドイツの場合 GNPだと377兆円ですね。ドルじゃない、いやこれ円だ。これの20倍だと7540兆円と、これの 5%とすると、ドイツの場合は377兆円の税収になると。から次英国、英国の GNP、円換算ですると325兆円と、それの20倍の規模の金融経済規模があると、6500兆円、それの 5% かけると325兆円の金融税が得られると。それからフランスの場合の実体経済の規模は GDP が、フランスは年271兆円の実体経済の規模があると。その20倍の5420兆円が金融経済の規模なんですね。それに 5% かけると。
そうするとフランスの場合は271兆円の税収になると。それから最後イタリアですね。イタリアの場合は GNP が201兆円ですから、それの20倍、金融経済規模が4020兆円、それの 5% で201兆円と。これがイタリアですね。201兆円。だから金融経済に課税すれば、実体経済に課税する消費税の税収と比べたらとんでもない莫大な税収が確保できるんですよね。例えば 5% でなくてもいいですよね。2% でも 3% でも 4% でもいいわけですよ。それから5つの革命的変化のナンバー2、世界各国各国の政府が金融経済に課税して得られる新たな莫大な税収を以下の5つの重要政策の実行に使えるようになるということですね。これは革命的な変化ですよね。で、1と2、貧困の撲滅、ベーシックインカム、まあ私の言ってる年間240万円、それ以下、それに満たない年収の人はその差額を保証すると。それと子ども手当、一律に、月5万、年60万の子ども手当、それによって大人の貧困と子どもの貧困を撲滅できるんですね。それから国民皆福祉の保証するということで、福祉とは何かと、これは医療とか介護とか年金とか、それから障害者の保護とか、あるいは雇用の保障、政府が雇用を保障すると、それから政府が住宅を保障すると、こういうことなんですね。これができるんですね。それから、国民皆教育の保障と、国民すべてが無料でですね、必要な教育、あるいは欲しい希望する教育を無料で受けられると。そのための教育の完全無償化と、それから奨学金を給付すると、返す必要ないと。いうことですね。から4番目、実体経済、実体経済が復活するということで、金融経済を縮小させることで、実体経済がは年 4%から5% の安定的な経済成長が持続すると。それによって失業がほぼなくなるということなんですね。だからバブルの発生も、バブルの破綻も、あるいはデフレ不況も、あるいは金融恐慌もなくなるんですよね、金融経済がなければ。実体経済の復活ですね。そして5番目、平和と自然が復活してくると。金融経済をの規模を金融経済を縮小させることで、金融経済が原資であった
戦争経済とかマフィア経済とか、あるいは原発エネルギー、石炭、石化エネルギー等々がマフィア経済とかギャンブル経済とか等々、金融経済がの資金が大量に回ってた、それらがなくなるということで、平和が訪れると、それから自然が復活するということですよね。から3つ目、5つの革命的変化の3つ目、消費税の廃止によって実体経済が劇的に復活すると。実体経済に課税するってこと自体が間違ってるんですよ。で、日本の場合 10% の消費税を廃止すれば 20兆円ですから、全国5000万所帯とすると1所帯年間40万円の不可分所得が増えるということなんですね。だから消費が増えると、月3万円以上ですよね。それとベーシックインカム、それと子ども手当、等々で、実体経済は劇的に復活するんだと。から革命、5つの革命的変化の4つ目、世界各国で金融経済を支配しているロシアと国際金融マフィアは金融経済に課税されることで彼らの主要財源を失うんですね。これが大事なんですね。鈴木恵子さんの本の中でも彼が言う地球支配階級ロシアイド、欧州ロシアイド家のパワーの源泉は何かというと中央銀行、金融経済を支配しているということですから、その金融経済に課税するということは彼らの主要財源を失うということなんですね。その結果250年間、1770年代ですね、ロシアド国際金融マフィアが登場したのが、マイヤームシェ・ロシアドがロシアド商会を創業し、そして、イルミナティの秘密結社を作って、本格的に国際金融支配を始めたのが1770年代ですよね。そこから数えて250年経つと。その結果250年間にわたって金融世界、ロシアと国際金融マフィアによる金融支配が崩壊すると。崩壊することなんですね。初めて。で、ダメ押しとして世界各国で彼らが支配する中央銀行を 100% 国有化して、彼らが独占してきた貨幣発行権を取り戻すと。そうすれば彼らの息の根を止められるということなんですよ。パワーの源泉を取り上げちゃうと。これが大事なんですね。そして5つ目、これは世界中で世界支配階級ロシアと国際金融マフィアのとその手先、各国支配階級による金融支配、政治支配、行政支配、司法支配、経済支配、軍事支配から宗教支配、メディア支配、あらゆるものを支配してるんですね。教育支配、それから自然破壊がなくなるということで、地球人民77億人の 99.9% が解放されると、平和で豊かな生活を手に入れることができるんだと。史上初めてでしょうね。
こういう壮大なビジョンなんですね。なるので地球人民77億人の 99.9% が解放され、豊かな自然と平和な生活を取り戻すことができると、手に入れることができると、というのが今日の日本語放送ですね。ということで、時間が40分ですかね。なんか目がしょぼついてきましたね。視聴されている方が13名、全体で40名、そしてコメントが17件ということですね。ということで今日は急遽仏日語放送を日本語放送に切り替えましたんで、いかがでしたでしょうか。非常に荒唐無稽な話と、また山崎さん変なこと言ってるよというふうに思われるかもしれないですけど、でもまあ我々がですね、最終的に解放される、解決、さまざまな今我々が直面している重大な問題を解決する、おそらく最終的な唯一の方法がこれしかないと、市民革命しかないというのが私の信念ですので、それじゃあそれ どこに向かって、何が現在の世界と日本、世界各国と日本の支配と搾取の基本構造は一体どうなってるのかと、そういうことを突き詰めていくとこうなるわけですよね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。また明日ですね。明日は通常の日本語放送ですんで、できるだけ9時半までに放送開始したいと思いますんで、またよろしくお願いします。今日の放送これで終わります。